EP-2 型電気機関車は、ミルウォーキー鉄道が1919 19年に導入した電気機関車で、ゼネラルエレクトリックにより5両が生産された。旅客用として、同社の大陸横断列車オリンピアン、コロンビアン、そしてオリンピアン早朝等の経営に活躍し、ミルウォーキー鉄道近代化の象徴として40年近くに渡り活躍した。1917年、 このプロジェクトの一環として、ミルウォーキー鉄道は、ゼネラルエレクトリック社に5両の電気機関車の身長を1両、あたり20万ドルで注文した。その時注文された機関車の設計は2年前に、山岳線での最初の電化の際 GE が提供したボックスキャブ型機関車とは根本的に異なっていた。ミルウォーキー鉄道は GE からこの設計を発注した唯一の鉄道だった。 最も顕著な機械の面での改良点は、主電動機であった。それらは、バイポーラモーターとして知られている堺磁局を2つだけ持つ電動機12台が、機関車の車軸側の台枠に直接取り付けられた。モーターの電気紙を車軸に直接取り付けた設計であった。この設計により、ギアの歯車のうなり音だけでなく、高性能の RPM 電動モーターの音を取り除いた。 ほぼ完全にノイズを抑えた。電気機関車でのバイポーラモーターの採用例は EP-2 型以前にもあり、アサカイ・バチェルダーによって設計された同型のモーターは数十年前にニューヨークセントラル鉄道の S モーターに使用された。しかし EP-2 型は同型のモーターを使用した車両の中で最も大型の車両であった。バイポーラのレイアウトも異例だった。機関車の車体には 三つのセクションからなっていた。小さな中央部のセクションには、客車暖房供給用の SG が、大きな両端のセクションには、電気機器と独特の半円状のフードを持った運転室が備わっていた。機関車の台枠は四区画で分割され、機関車本体の端部が取り付けられる二つの中央のセクションは、ジョイントでつながっている。動輪が12組あり、それに、十輪1組を加えた。 1, 1バイト DDB1 の軸配置となっていた。バイポーラは短期でミルウォーキー鉄道の旅客列車を牽引可能なように設計された。当初、総括制御の装置は付けられていなかった。GE は機関車の最高速度は時速90マイルであると主張したが、ミルウォーキー鉄道は時速70マイルと評価した。それらの性能は3180馬力。 走行中の牽引力 42-00LBF。出発時の牽引力11万 6000LBF であった。シアトルを出発するミルウォーキー鉄道 EP-2 型 L バイポーラ電化区間を行く EP-2 型のイラスト。1925年の時刻表よりバイポーラは当初、ワシントン州のタコマオテロ間のカスケード山脈越えの湾岸線で運用された。 バイポーラが導入された時、それらのモダンで独特のデザインは、それらミルウォーキー鉄道の電気機関車の中で最も有名になった。それらは、シカゴからシアトルへの優等列車であるオリンピアンの象徴になった。それらの特徴的な外観と出力により、バイポーラは従来の蒸気機関車より人々に強く魅了した。山岳線での短期間の試験運行中に、 バイポーラは当時運用されていた GE とウェスティングハウス製の電気機関車よりも低コストで動作することが示された。5両のバイポーラは1919 19年湾岸線にて定期運転を開始した。バイポーラはタコマからオテロまで無停車で走行でき、蒸気機関車では重連運転が必要な勾配でも、 短期で運用可能であるなど、従来使用された蒸気機関車より目を見張るほどにコストが削減でき、空調完備で蒸気機関車による売園から解放された快適な旅行は大々的に広告に利用され、e p マイナスには線路の女王と称された。生体保存されている E-2 バイポーラは、1919年から1953年まで湾岸線で運転され、 その期間、大掛かりの改造はなかった。1939年に、車両番号を1250から1254から E1E5 に改版された。1953年に初稼働から35年経ったことと戦時中の過酷な運用がされたことから、5両、すべてを1両あたり約4万ドルの費用で、ミルウォーキー鉄道により改造された。高速化のために、 主電動機への分流器の追加、転がり軸受けの取り付け、総括運転機能の追加、フラッシュボイラーの取り付け、車両の流線経過が行われた。試作的に、タコマ工場で改造された E5 は予算を超過したため、他の4両はミルウォーキー工場にて改造された。しかし、不幸なことに、ミルウォーキー工場は電気機関車の作業に不慣れであり、改造は、 不完全の結果となった。タコマ工場にてそれらを改善する作業が行われたが、バイポーラは電気火災や故障が発生する傾向にあった。1955年以降はカスケード3無越えの湾岸線の大陸横断列車はオリンピアンハイアワサの一を往復だけとなり、1954年から1957年の間、バイポーラの運用が減少し、1957年、 半ばに湾岸線から山岳線に活動の場を移した。バイポーラが抱えた問題は、ロッキー山脈での旅客列車の速度が湾岸線より、速いことより、さらに悪化させた。ついに、1958年から1960年に、かけて5両前期が引退した。1962年に E2 を除く4両がシアトルに改装され、廃棄された。E2 は年に、 ミズーリ州セントルイスの交通博物館に寄贈された1953年の改造時の外観に復元され生態保存されている EP-2 型の側面図。ありがとうございます。